日本のテレビ局はなぜこうも訪日韓国人旅行客が激減したかのような報道をするのでしょうか。特に NHK とテレビ朝日の報道はひどすぎます。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。8月21日の報道ステーションでは、観光客減、韓国人の本音はというタイトルで、まるで日本のせいで韓国人観光客が減ったかのような報道、ソウルの日本製ボイコット運動は報道するも、ムンジェイン退陣要求のデモはなし、今年7月は前年同月比で比較するとマイナス 7.6% の落ち込みと報道。確かに減ってるけど、ものすごく減ってるような報道をしてたのに、たったのマイナス 7.6% なんだよね。あの日本旅行ボイコット運動って一体何だったの？ちなみに7月は中国からの旅行客数が 19.5% 増えているので、減少した韓国の分を十分に補っているんです。8月21日付、先見新聞電子版はこう報じています。日本政府観光局によると、7月の訪日外国人客数は前年同月比 5.6% 増の299万1000人で、単月として過去最高を記録した。中国や欧米豪からの訪日客が引き続き増えている一方で、訪日旅行を控える動きが発生している韓国を含め、一部の国地域では前年同月を下回った。国地域別では中国が単月で過去最高となったほか、シンガポール、フィリピン、ベトナム、インド、豪州、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペインが7月として最多を記録した。東アジアは中国が 19.5% 増の105万1000人、新規就航や増便による航空座席供給量の増加で夏季休暇シーズンの旅行需要の高まりを捉えた。今年1月から開始した個人ビザの発給要件の緩和の効果も続いている。一方、韓国は日韓情勢の影響もあり 7.6% 減の56万2000人と落ち込んだ。台湾は航空座席供給量が増えているものの、航空会社のストライキの影響などを受けて 0.3% 減の45万9000人。香港は連休のずれや景況感の悪化などで 4.4% 減の21万7000人となった。いやー、やっぱ数字は嘘つかないよね。そして国土交通省が発表した2019年4、6月期の国籍地域別の訪日外国人1人当たり旅行支出は、韓国が6万9013円ですが、台湾12万、香港15万、中国22万、発展途上国のタイは約14万と、韓国より GDP は少ないのに倍以上のお金を日本に落としているんです。統計が出るたび、韓国の旅行支出額の少なさは安定的にダントツトップ。 NHK も偏向報道がひどく、大分の温泉で8割旅行客が減って困ってるような内容を放送していましたが、それは韓国に偏りすぎた旅行招致をしてた運営側の問題でしょう。確かに九州は韓国と近いので、韓国人旅行客が多くなるのは仕方のないことですが、どんなビジネスでもリスク管理ができていない企業は消えていきます。そしてほとんど報道されてないんだけど、羽田空港の昼間時間帯の米国路線が増加するって知ってます？これも国土交通省が発表してるんですが、日米の航空当局間協議が8月21日で東京で開催された結果、2020年夏季から日米双方の現行5便に12便を追加し、17便とすることになったそうです。都心から近く、重要度の高い羽田枠を
アメリカに与えたのは興味深いよね。あ、そうか。今気づいたんだけど、東京オリンピック直前の追加枠だ。アメリカ人一人当たり旅行支出は約19万と、韓国人の3倍近くあるので、旅行業界にとっても良い流れになるでしょう。単に旅行客数を増やすだけでなく、優良な顧客の確保、そして特定の国に偏った観光客の分散。地方への流れをどうやって作っていくのか、今後はこれが重要な鍵となるのではないでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。